こんばんはこんんばは2964093こんばんは,こんばんはおよよお前緑と LINE してただろって LINE なんか知らないよ私 LINE 壊れてるよもう寝る時間だろどうしたマクさんうんいらっしゃい元気出せよ元気だよえいかさんいらっしゃい うん、メイクが落ち着いてるうん。こつ、いっぱいできた何がかなよスパイ、スパイ活動、お疲れさん、お疲れ。輪ゴムっつって、今日オールで無理だよ。30分だけ配信しようかなって、しきさんいらっしゃいな、久しぶりだね、しきさんも。うん。暗黒放送は違います、こちらではございません。それはあの、横山さんという方だと思います。 最近分かってきちゃったから、誰が誰だが、私。こちらではございません。なかなか時間が合わなくてさ、あって。いやいや、ありがとうございます。見に来てくれて、嬉しいです。もう寝る時間なんで、正直。バカボンのパパ、私は眠いよ、結構。眠いんだけども、ちょっと最後にね、あのモンストじゃねえや、なんだっけ、これ。モンストじゃないや、なんだっけ、ここ。モン、モンハンじゃなくて、なんだっけ、このアプリ。アプリじゃない、このパソコン。ニコ生だ、ニコ生やっとこうと思いまして。はい。 緑のさんいらっしゃい、ゆうのさんいらっしゃい、モンハンじゃない、ニコ生やっとこうと思いまして、ポコちゃんじゃないよ、ここはニコ生だよ、うん、ニート時間に放送できて偉いね、ニートのニート時間に放送できて偉い、ね、ありがとうございます、うん、このアプリっつってな、間違えた接点ねえだろうっつってな、ふわっちに書いて、ふわっちやってませんよ、私、接点 T って風呂入れやって、ごめんね、風呂入る、もうく目のクマだんだん。 すごくなってきた本当だショートは9時じゃなかったんじゃないママなの,のママじゃないよブリブリそうさっきちょっと聞いてホんとさっきさ私さコーラックの時間帯だったんですよコーラックの時間帯でさっき放送中にさすっごいお腹か痛くなっちゃってでも耐えて私はコーラック VS 私でん逮捕されそうですかまってくださいどういうことやねんうんあのー なんだっけ何の話だから好楽サス私のおなかで戦って私が勝ったの放送時間ないは勝った私がそれですごいすっきりしましたメガネ見せろってなそれなメガネ明日見せる明日の放送でね平心平常を平常,平常を装ってるのはばれてたぞそう頑張ってたでもねもう結構ギリギリだった本当は、うん、アカデミーググったがうんググったアカデミーは学校という意味ですね 学ぶという意味ハイベンワリズムそれなケロンパちゃんいらっしゃいコミュニティ入ってくれた方ありがとうございますところでさそううんちうんちすっきりしましたうんこつうんこつなそれなところで近藤さんいらっしゃいあのさちょっとさ聞きたいことがおるあるあおるじゃないある聞きたいことがじゃあ漏らしてないんです私聞きたいことがあったんだけれどもいいですか おるっつっちゃった間違えちゃった聞きたいことがおるじゃないよ硬、うん、くなかったうんこうんぎりでしたあのさあおつあっけおめえ白井さんいらっしゃいうんバイリンガール誰だろうわかんないなあの聞きたいことがあるんですけども私なんだっけあれやってるじゃんあの 2018年のロゴを考えてるんですよ、町会議のロゴを考えてたんですけれども、町会議のロゴのところに閲覧数多い、e、順に並べると、私が出てくるのね、私の画像を作ったロゴが出てくるんだけども、なんか私が一番気に入らない画像が、閲覧数が300あるの、なんで、あれ、なんで1日100ぐらい増えてんの どうしてどうしてなんでそんなことになってんのちょっとびっくりしちゃった怖がっちゃった怖くなっちゃったなんでなんでそんな閲覧数が一気に増えたんだろうどうしてあいたずらか嫌がらせかそういうこと、はあ、そういうことかなるほどねそういうことだからそれを聞きに来たんですよ私はわざわざここまでここまで来たんですよ私 それが気になって眠れなくてそれ聞いたずらかうんああそれはリスナーが好きか嫌いか決めるからうん和語図どうもどうも和子図ですうんそうかありがとうございますうん人気爆発っていじめいじめ,いじめられっ子フェースだからなっつってなうん あ臭いどういうこと臭いって臭くないよう眠たいというわけであのまあ、謎は解明したんで寝ますうん謎は解明うんうん間に合ったうんち間に合った みんなおやすみおやすみなさい今日もありがとうございました30分でしたけれどもあの皆さんもねしっかり寝てくださいコメントありがとうございますナッキーさんビミーさんマクさんミカちゃんゲロンパちゃんアギレラさん年女さんおひょいちゃん皆さんおやすみなさい みんなも早,早く寝たほうがいいよ。本当体に悪いよ。早く寝ないと。規則正しいね、生活したほうがいい。ジップスさんもお休み、旅人さんもお休みなさい。あの、うん、おひよいちゃんもバイバイケ、ロンパちゃんもね。みんなね、寝たほうがいい、早めに。うん。そう、私、歯抜くからさ、もうちょっとしたら。歯抜くからさ、そういえば。歯抜くから。うん。お休み。 初夢見た見た見た初夢初夢の話明日するわ見た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 初夢の話はね明日させていただきますじゃあおやすみなさいうんいればじゃんうん 暗黒放送は違います。こちらではございません。それは、あの、横山さんという方だと思います。最近分かってきちゃったから、誰が誰だが、私。こちらではございません。なかなか時間が合わなくてさ、あって。いやいや、ありがとうございます。見に来てくれて、嬉しいです。もう寝る時間なんで、正直、バカボンのパパ、私は眠いよ、結構。眠いんだけども、ちょっと最後にね、あのモンストじゃねえや、なんだっけ、これ、モンストじゃないや、なんだっけ、ここ。 もう、モンはじゃなくて、なんだっけ、このアプリ、アプリじゃない、このパソコン、ニコ生だ、ニコ生やっとこうと思いまして、はい、緑のさんいらっしゃい、ユウのさんいらっしゃい、モンハンじゃない、ニコ生やっとこうと思いまして、ポコちゃじゃないよ、ここはニコ生だよ。うん ニート時間に放送できて偉いねニートのニート時間に放送できて偉い、ね、ありがとうございます、うん、このアプリっつってな間違えた接点ねえだろうっつってなふわっちに借りてふわっちやってませんよ私うん接点テテーって風呂入れやってごめんね風呂入るもうく目のクマだんだんすごくなってきたホントだ ショートは9時じゃなかったんじゃないかママなのママじゃないよブリブリそうさっきちょっと聞いてホさっきさ私さコーラックの時間帯だったんですよコーラックの時間帯でさっき放送中にさすっごいお腹痛くなっちゃってでも耐えて私はコーラック VS 私でん逮捕されそうですかまってくださいどういうことやねんうんあのー、なんだっけ何の話だからコーラック VS 私のお腹で戦って私が勝ったの放送時間 ないわった私がそれですごいすっきりしましたメガネ見せろってなそれなメガネ明日見せり明日の放送でね平心平常を平常,平常を装ってるのはバレ,バレてたぞそう頑張ってたでもねもう結構ギリギリだった本当は、うん、アカデミーググったがうんググった。アカデミーは学校という意味ですね学ぶという意味ハイベンワリズムそれなケランパちゃんいらっしゃい コミュニティ入ってくれた方、ありがとうございます。ところでさ、そう、うんち、うんちすっきりしました。うんこつ、うんこつな、それな。ところで、近藤さんいらっしゃい。あのさ、ちょっとさ、聞きたいことがおる。あ、おるじゃないある。聞きたいことが、じゃ漏らしてないんですよ、私。聞きたいことがあったんだけれども、いいですか、うん、おるっつっちゃった。間違えちゃった。聞きたいことがおるじゃないよ。うん、硬くなかった、うんこ。うん。 ギリでしたあのさあこ骨あっけおめえ白井さんいらっしゃいうんバイリンガール誰だろうわかんないなあの聞きたいことがあるんですけども私なんだっけこのアプリっつってな間違えた接点ねえだろうっつってなふわっちに書いてふわっちやってませんよ私うん テ,ッテ,ンティーって風呂入れやってごめんね風呂入るもうく目のクマだんだんすごくなってきた本当だショート時じゃなかったんじゃないママなのママじゃないよブリブリそうさっきちょっと聞いてホんとさっきさ私さコーラックの時間帯だったんですよコーラックの時間帯でさっき放送中にさすっごいおんか痛くなっちゃってでも耐えて私はコーラック VS 私でん逮捕されそうです構ってくださいどういうことやねんうん あのー、なんだっけ何の話だから好楽 VS 私のおなかで戦って私が勝ったの放送時間内は勝った私がそれですごいすっきりしましたうメガネ見せろってなそれメガネ明日見せり明日の放送でね平,平常を平常,平常を装ってるのはバレバレてたぞそう頑張ってたでもねもう結構ギリギリだった本当はうんアカデミーググったがうんググった アカデミーや学校という意味ですね学ぶという意味ハイベンワリズムそれなケロンパちゃんいらっしゃいコミュニティ入ってくれた方ありがとうございますところでさそううんちうんちすっきりしましたうんこつうんこつなそれなところで近藤さんいらっしゃいあのさちょっとさ聞きたいことがおるあおるじゃないある聞きたいことがじゃ漏らしてないんですよ私聞きたい ことがあったんだけれどもいいですか、うん、おるっつっちゃった間違えちゃった聞きたいことがおるじゃないよ硬、うん、くなかったうんこうんギリでしたあのさあわこあっけおめえ白井さんいらっしゃいうんバイリンガール誰だろうわかんないなあの聞きたいことがあるんですけども私なんだっけ あれやってるじゃん、あのー、2018年のロゴを考えてるんですよ、町会議のロゴを考えてたんですけれども、町会議のロゴのところに閲覧数多い、e、順に並べると、私が出てくるのね、私の画像を作ったロゴが出てくるんだけども、なんか私が一番気に入らない画像が、閲覧数が300あるの、なんで あれ、なんで一日100ぐらい増えてんのどうしてどうしてなんでそんなことになってんのちょっとびっくりしちゃった。怖がっ,ちゃった。怖くなっちゃった。なんでなんでそんな閲覧数が一気に増えたんだろうどうしてあ、いたずらか。嫌がらせか。そういうことはあ、そういうことか。なるほどね。そういうことだから